さっきの監督、なんだか怖かったような。大丈夫なのかな。でもでも、これも夢のため。いろいろ考えないで、演技に集中しなくちゃ。おーい、そんなんじゃ置いてっちゃうぞ。お姉ちゃん、待ってってば。もう疲れたよ。追いついたらアイスクリームおごってあげよっかな。ほんと？それならえりゃー。お、やるな。でもお姉ちゃんも負けないよ。それは褒めすぎですよ。これだって監督さんのご指導のおかげです。とわちゃんも演技上手だったよ。こういうのやっぱり慣れてるのかな。実は今回のことをノアに話したら地獄の基礎特訓が始まっちゃって。そうなんだ。持つべきものは友達だね。マリカも頑張らなきゃ。マリカちゃんが頑張るなら私はその倍頑張らなくちゃ。みんなと違ってまだまだ役不足ですが、映画のために私頑張ります。え、そうなの？すみませんすみません。え、もっといい役もらえるんですか？ですよ。とわちゃんって可愛いんです。そうそう、差し入れ持ってきたんです。よければ皆さんで食べてください。はーい。ちょっと待っててね、とわちゃん。マリカ、みんなに配ってくるから。ただいまー。あれ、とわちゃん、どうかした？マリカの顔に何かついてたり？ううん、マリカちゃんすごいなーって思って。こんな場所なのにすごく慣れてるっていうか。マリカだって緊張してるよ。夢につながる大事なお仕事だからね。でもね、それよりもマリカ、憧れだったんだ。こうやって映画の撮影することが、監督も他のキャストさんもスタッフさんたちもみんな尊敬できる人で、その中にマリカがいて、だから今ありがとうって気持ちでいっぱいなの。やっぱりすごい。マリカちゃんが輝いてきてる。私なんてまだ右も左も分かってないのに。大丈夫、とわちゃんならすぐにみんなと仲良くできると思うよ。そうかな。